源氏物語、源氏物語の登場人物、赤カの、五方赤カの味方は、紫式部の物語、源氏物語に登場する架空の人物。赤カの上、赤カの方、赤カの君とも呼ぶ。光る源氏の赤カ時代の愛人で、源氏の一人娘を産んだことにより、紫の上、花散る里に次ぐ地位を得る。父は、源氏の母、切り行為のいとこにあたるアカの入道、母は、 赤石にくん。もともと父方の祖父は大臣、母方の祖祖父は中津笠境遇という上流の血筋であったが、父は、この絵中条の位を捨て張り間の受領となり、やがて低発、出家する。そのまま赤石に定住するが、入道は、自分の娘から将来帝時歳が生まれるの母と、 なるという夢のお告げを信じて、娘に京の姫君に劣らないほどの教育を施し、もし志し遂げずこの粛清はあば海に入るねと厳しく、育てた。やがて明石に流れ着いた源氏と、父の入道の手引きで王政を重ね、源氏が帰郷して後女児を出産する。自身が京へ登ってからも、田舎育ちで、受領の娘という身分の低さで、 あまたの源氏の愛人たちに引けを取るのではと懸念し、源氏の屋敷へは入らず、父が用意した大関の別邸に住む。ここで、源氏と生まれた、姫君の親子代名を果たすが、やがて姫君は、紫の上の幼女として引き取られてしまう。娘の行く末を考えづらい思いで姫君を手放した、後、彼女が成人して受代するまで会うことは叶わなかった。 六条院落成に際して、冬の町の主に迎えられ、冬の味方とも呼ばれる。娘の模擬にも参列できなかったが、受代をきっかけにようやく付き添いを許され、ここで、長年のライバル、紫の上と対面を果たす。その後は、起立母ぼ女となった娘の貢献に全力を尽くす。一方、互いの美点を見、出し合った紫の上とも、女語を挟んで、程よい良好な関係を築いていく。 源氏の政治権力と赤氏の味方の見事な裁量、そして第一王子を生んだことにより、晴れて赤氏の姫君は中宮のに立候した。性格は気真面目で我慢強い。万事につけててしゃばらず賢く振る舞うが、反面羊の低さを補うためか教授が高く、同じ茎ぐらいの高かった元恋人の六条見やすどころと似ている、と源氏は実感している。王女にも劣らない。 美しさと気品を備え、和歌や音楽にも洗練された趣味を持ち、特にことのことや琵琶の名手でもあった。漫画、朝木夢見し、などでは、女三宮の降下前は、紫の上にとって数多い源氏の愛人の中で、最も脅威を感じた存在とされ、また紫の上の死後は、悲嘆に暮れる源氏の慰め役となった。源氏が没した後は、 赤カ中宮原の巫女,女たちの貢献をしていたと語られるのを最後に物語から姿を消す。なお、漫画、朝木夢見氏では、雲隠れに相当するオリジナルエピソードとして出家した源氏の死を見届ける姿が描かれた。赤カの見方は直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。なお、上記で確認できるように、 現在この人物に対してしばしば使われている赤しの上なる故障は、源氏物語そのものの本文中には現れない故障であるが、平安時代末期から鎌倉時代初期に書かれたと見られる九条家本、源氏物語系図にはすでに見られる古くから使われていた故障である。ありがとうございます。